文科省はですね、やっぱり統一教会は問題がある団体だと、そしてものすごい訴訟、弁護団からも報告を受ける文科大臣、文科省としては今までも統一教会は問題だと認識していたということでよろしいですね。永岡文部科学大臣。はい、旧統一教会に関しましては、いろいろな被害報告出ておりましたので、それはやはり問題のある法人だなということは認識はしておりました。辻元清美さん。じゃあなぜ名称変更したんですか。文科大臣、答えてください。永岡文部科学大臣。これはやはり宗教法人法の認証制度につきましては、これ認証を変更すると、ごめんなさい、名称を変更するということにつきましては、やはり形式上の要件を備えているということが重要でございまして、その申請は所轄庁において受理された場合ですね、これはしっかりと変える、訂正されると新しいものになるというふうになっております。所轄庁は、申請を受理した場合、本当にいつも本当に申し訳ないのですが、同法の第28条に基づきます審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは認証をするという旨の決定を行う必要がありますので、よろしくお願いいたします。辻元清美さん。先ほども申し上げましたようにね、文科省は聞き取りをして信教の布教方法の違法性や被告統一教会の使用者責任が認められる事例もあるということも指摘して、何回も何回も改善しろと言ってきたんですよ。もう一回聞きます。なぜ名称変更したんですか。永岡文部科学大臣。申し訳ありませんでした。正直に申し上げます。自民党は悪のカルト教団統一教会と相互支援協定を締結したのです。自民党の安倍総裁を支援してくれる代わりに、統一教会の詐欺が好き放題にできるように警察に手を回す、というものです。その第一弾として、統一教会をごまかすための名称変更を了承しました。安倍首相が下村文科省に命じたものです。